アイテム番号 SCP-241JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-241JP は現在航空機型オブジェクト収容格納庫へ保管されています。格納庫内には SCP-241JP のみ保管してください。格納庫の解錠にはレベル3セキュリティクリアランスが必要となります。実験の際は担当職員へ申請をしてください。説明。 SCP-241JP はコクピットへ搭乗した人物へ幻覚を見せる解体不能の F1 型戦闘機です。退役の再解体することができないことが分かり、航空自衛隊基地より収容されました。幻覚を見せる特性は回収後の調査により判明しました。非活性状態の SCP-241JP はキャノピーが常に開放されています。被験者がコクピットへ乗り込むと活性化し、キャノピーが閉じます。キャノピーは未知の力でロックされ、干渉を一切受け付けなくなります。30分から最大で6時間後、キャノピーが自動で開き、被験者は解放されます。幻覚の内容は被験者により異なりますが、何らかの職種で活躍している幻覚を見せる点が共通します。幻覚内の職種自体は被験者の経歴と関連性はありません。ほい、実験記録抜粋。実験方法。被験者を非活性状態の SCP-241JP へ搭乗させる。目的、幻覚内容についての調査。実験記録241-5、日付2000年月日。対象 B241-5-40 歳、アフリカ系アメリカ人男性。結果、40分後に解放。NBA 選手として活躍していた幻覚。尾行 B241-5 はバスケットボールのルールは知っているものの、熱心にプレイしたことはありません。NBA については名前を知っている程度の知識量。実験記録241-7、日付2000年月日。対象 B241-7、30歳、アメリカ人女性。結果、3時間後に解放。ハイスクールの教員として教壇に立っていた幻覚。生徒からは非常に慕われていたと話しています。尾行 B241-7 は機能的非識字です。また、一般的な教育に対し恐怖心を持っています。メモ、実験直後 B241-7 は現在の状況が夢であると主張しました。時間の経過とともに冷静になり、幻覚から覚めたことを受け入れました。実験記録241-8、日付2000年月日。対象 B241-8、30歳、イギリス人男性。結果、2時間後に解放。ロックスターとして全国ツアーをしていた幻覚。尾行 B241-8 は、アマチュア活動を含め、音楽活動に関わったことはありません。実験記録241-9、日付2000年月日。対象 B241-9、70歳、日本人男性。結果、2時間後に解放。政治家として全国で演説をしていた幻覚。尾行 B241-9 の祖父は政治家でしたが、B241-9 自身は政治には興味がないと申告しています。実験記録241-14、日付2000年月日。対象 B241-14、20歳、インド人女性。結果、3時間後に解放。社経営者として、社用車内にて新製品の、について会議をしていた幻覚。尾行、社は実在する企業、という製品は、実験当時まだリリースされていない製品であり、当時 D241、
14が知るはずのない情報でした。SCP-241-JP は実験記録241-17の際に予期せず無力化されました。実験記録241-17、日付2000年月日。対象、エージェント、40歳、日本人、男性、結果、2時間後に解放、旅客機パイロットとして、乗客を乗せる幻覚、メモ、本実験の後、突如 SCP-241-JP の特異性が失われ、同時に解体が可能となりました。ホイ、インタビュー記録241-17、日付2000年月日。対象、エージェント。インタビュアー、研究助手。不機。当インタビューは実験記録241-17の翌日に収録されました。録音開始。研究助手。それでは、SCP-241-JP で見た幻覚についてお聞かせください。エージェント。はい。あの幻覚内で、私は旅客機のパイロットでした。小型のプロペラ機でしたが、乗客を乗せて空を旅するのは得難い経験でした。研究助手さんは、航空自衛隊の出身でしたね。エージェント、ええ、昔は旅客機のパイロットになりたかったのですが、なぜだか自衛隊に。研究助手今回の実験で図らずともオブジェクトの無力化に至ったわけですが、何か心当たりは？エージェント、心当たり、ですか？いや、まあ、どうかな。研究助手、小さなことでも構いません。エージェント、いや、うん、そうですか？そうですね、実験中の、幻覚の中での話ですが。研究助手、どうぞ。エージェント、幻覚の終わり頃、ですかね、目覚める直前なのですが、機内アナウンスが流れたんですよ。本日は当機の最終工程にご搭乗いただき、誠にありがとうございました。当機は本工程をもちまして運行終了となります。ご利用誠にありがとうございました。だったかな。研究助手、つまり、エージェント、違和感ありません。誰に当てたアナウンスなんですかねこれ。いやまあ、わからないですけどね。録音終了。終了報告書。その後エージェント、派精神鑑定とカウンセリングを受けましたが、オブジェクトの影響と思われるものはなく、職務へ復帰しています。ほい、博士のメモ。タス。本稿を閲覧される際は、レベル3セキュリティクリアランスが必要です。パスコードは認証されました。エージェントの発言が気になります。旅客機のパイロットになりたかった。彼はそう発言しました。つまり、幻覚内のみですが、彼の夢は一時的に叶えられたことになります。B クラス職員での実験では、少なくともそのような夢を語った職員はいませんでした。また、実験に参加した B クラス職員ですが、明らかに外国人が多いのでは、本国ならば理解できますが、日本でこれほど多くの外国人 B クラス職員が採用されるでしょうか。実験中、それに言及した記録はありませんでした。誰も疑問を抱かなかったのでしょう。B-241-14 の実験についても疑問があります。B-241-14 が知り得ない製品について幻覚を見たことについてもですが、報告書ではそのことについて詳細に調査をした記録がありません。実験に参加した B クラス職員はすでに全員解雇されているため、追跡調査ができないのが悔やまれます。このオブジェクトが見せていたものは、本当に幻覚だったのでしょうか。SCP-241-JP はすでに解体されています。今となっては何もわかりません。